皆さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリッスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん igq@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけてコメントいただけると嬉しいです。それではお時間まで、私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。皆さんこんばんは、オーナーののんです。編集はお休みをいただきすみません。ちょっと関西の方に用事で行っておりまして、で無事台風にかかることなくというか、予定を2日早めて沖縄に帰ってきました。関西の方が沖縄よりすごく暑くて歩くのが大変でした。ちょっと観光もしつつ用事もなんだやりつつっていう感じで、まあ全部観光ってわけじゃなかったんですけど、久しぶり、本当に10年ぶりくらいに行けてすごく楽しかったですし、ちょっと親戚もいるので久しぶりに会えてすごく嬉しかったですね。やっぱ皆さん訛りが違うから、沖縄と全然だからあのエセ関西弁にならないように、もうみんな周り関西弁喋ってるからおじいちゃんもおばあちゃんもだからそう、1週間くらいいたんですけど、1週間もなかったかな、2日早めて帰ってきたので、なのでエセ関西弁にならないように、心の中にすごく強い沖縄の訛りが強いギャルを飼いながら、沖縄のことを、沖縄の訛りを忘れないように頑張って5日間くらい過ごしました変な感想ですけど、そんな感じで第15週目も始めていきたいと思います。ちょっと先週までお休みが多かったんですけど、ここからは今予定してるお休みは特にないので、毎週毎週皆さん聞いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。では早速第15夜のんの本日のおすすめは自己紹介パート2ということで、なぜ最初にやったのにもう一回やるかというと、ちょっといろんな事情で YouTube に第1回のアーカイブがあるんですけど、ちょっと非公開にしようかなと検討しているところなので、ちょっともう一回自己紹介をここら辺で15回目でちょっとキリいいしやっとこうかなと思いまして、今回は自己紹介にとさせていただきます。メールも2通かないただいてて、私のこのシーパルシープっていう番組によく送ってくださるリスナーの方なので、リスナーさんの紹介にもなればいいかなと思って、今日はすごいいい機会なのでね、ちょっと私のことを話そうかなと思います。まずとこのシーパルシープっていう番組はポッドキャストにもありますし YouTube にもあるんですけど、第一というか電波にも載ってるんですね実は。
ってどこの放送局でやってるかっていうと FM79.7MHz の FM 機能案さんで放送させていただいています。これはなぜ FM 技能案さんでやらせていただいてるかというと、私が土曜日に FM 技能案のスタッフとして働かせていただいてるので、そのスタッフ枠として番組をやらせていただいてます。ちょうどこの放送日は8月31日なので、で去年の9月から私はちょっと働かせていただいているので、ちょうど1年くらいになりますね。早いですねすごい早い、もう1年経ったのかと思います。山内さんという局長とね、面接をさせていただいてから1年、もう早いなとすごく思ってます。ここで勤めさせていただいてからすごく人脈も広がったし、メディアに出るっていう経験があまりなかったので、そのいい経験にもなりましたし、すごくいい楽しい1年間を過ごさせていただいたなって思ってます。すごいなんかおやめるみたいなコメントになってますけど、全然まだやめません。毎週土曜日にいるので、もしよかったら皆さん足を運んでみてください。今年の3月だったかなにリニューアルして、すごくおしゃれな場所にもなってるのでね。でなぜ私がここで働かせていただいてるかっていうと、もともとラジオを聞くのがすごく好きで、今でももういろんなラジオを聞いてるんですけど、バイトを探そうってなった時に、どうせお金を稼ぐなら自分がやってて楽しいことをやろうということで、いろいろ考えた結果、私はラジオが好きだからラジオ局でバイトできないかなと思って、探してつてを伝ってたどり着いたのがここでしたね本当に急遽決まって、もうびっくりですね。でもすごくいい経験が本当にできているので、珍しいしね、このラジオ局でバイトするっていうのは、なんか聞かれた時にバイト何してるのって絶対驚かれるから、ちょっと内心嬉しい、その時間がで、それもう一つバイト以外にやってることがありまして、私はアイデイクリリックっていうバンドでギターボーカルをしておりまして、このバンドの中のドラムのリュウジさんっていう方がいまして、その方がもともと FM 技能案で番組をしてて、でそこのつてで私がここで働くようになったという経緯でもありますね。今はそうですね、シャイニングロードっていう曲がサブスクにあるので、私の声がそこでも聞けると思うので、皆さんよろしくお願いします。このラジオよりすごく元気だと思うので結構テンションが違うかもしれないけど、でこれは次にいい機会だから、このラジオシーパルシープっていう名前なんですけど、それの由来をちょっと話そうかなと思うんですけど、ちょっと順番間違えちゃった。もう一つ言うことがあって、私はまだ学生で、今もうすぐ21歳になるんですけど、大学3年生の年ですね。
でも学生をしながらバンドもやって、土曜日はバイトしてるっていう感じの生活を送っております。ちょっとどこの学校に通っているとかはまあ明かしてないんですけど、ちゃんと勉強はしております全然今日も夏休みだけど学校行ってきました。収録してるのは今日金曜日ですね。前の日今日も学校行ってきて偉いですね自分で言うのもなんだけど、夏休みなのに学校に行って、別に残りとかじゃないんですけどねで、なんだっけ、そうだ、このシーパルシップっていうラジオをつけた名前ね、あ、名前じゃない由来ねもともとこのラジオが始まったいきさつとしては、この局長の山内さんが、のんちゃんラジオやってみたらみたいなこんなラジオ好きだったら自分の番組持ってみたらみたいな感じで、もういつも軽いんですよね、そのノリが。本当にそんなんでいいのかって思うくらいあそこがすごいいいところだとは思うんですけど、で最初冗談かと思ってた、本当にやらせてくれてで、なんか時間が夜だったので、まあちょっとゆったりした感じで行こうかなと思ってて、で最初は東京 FM さんでやってる東京スピークイージーっていう番組があって、そんな感じで、その番組はあるバーに芸能人かな2人くらいゲストで呼ばれ、まあ、ゲストで呼ばれるって形なんですけど、そのなんて言うんだろうな、バーに来てて、その会話を盗み聞きしてるっていうコンセプトのラジオ局で、ラジオ局じゃない、ラジオ番組で、で、まあ、よくあるじゃないですか、カフェに一人で行ったら隣の会話が聞こえてきて、それがまあなんか歌のネタになったり、漫才のネタになったり、コントのネタになったり、そんな感じで、まあ聞き流す程度のって言ったらあれですけど、なんか聞くんじゃなくて聞こえてくるみたいな感じの番組にしたいなと思って、で名前をどうするかってなった時に、まあこの時間だし眠いし羊かなとか思って、安直に羊数えるしなとか思って最初は羊のつく違う名前をつけてたんですけど、シーパルシープっていう、まあシープは羊だからわかるんですけど、シーパルはどういう意味かっていうと、純粋な人々っていう意味で、羊っていうのはすごく純粋な動物、純粋な動物みたいで、一匹がなんて言うんだろう、なんだっけなんかみんなその、ま、仲間の行動とかに疑わずについていっちゃうみたいな感じで、まあ少し、まあ、トゲのあるというか、まあ皮肉なというか、そんな多分意味で使われてたんだろうと私は思っているんですけど、私はなんで私もまあなんか流されやすかったりとか、まあ自分で考えて行動してるつもりだけど、なんか右往左往しちゃったり、人に流されちゃったり、自分の感情に流されちゃったりとかよくあるので、
まあ誓いの意味も込めて、まあ日本人は空気を読んだりする文化がとても強い人種なので、まあ皆さんも自分の意思をしっかり持って日々を生きていこうっていう、周りの空気に潰されずに生きていこうっていう意味をつけて、意味を持たせてこの名前をつけました。で、私はいつもオープニングに入店条件はお風呂に入っていることだけっていうのを入れてるんですけど、それは単純に私がお風呂に入るのかいつも後回しにしちゃうので、このラジオを流れる11時半にちょっとお風呂に入ってなかったら、ちょっとあーってなっちゃって、ちょっとすごい後回しにしちゃって、結局1時とかに入って次の日ギリギリになっちゃうとかあるじゃないですか。なので皆さんもお風呂に入ってから聞こうねっていう、みんなで一緒にじゃないけど、まあお風呂に皆さん入って、もちろんこのラジオ聞いたら寝るっていう、みんな同じ生活リズムで行こうねって、行こうねでもないけどそんな感じですね、皆さんお風呂に入りましたか？まあここまで行って入ってない人はいないと思うんですけどじゃあちょっとここら辺でメールが来てるので読んでいきますね。んちゃんこんばんは。こんばんは、やんきちです。ありがとうございます。テーマ自己紹介、とりあえず自分の自己紹介を。んちゃんが生まれる20年以上前には都内に住んでいました。ちょい悪い親父ですずっと音楽畑で働いていたので、どうしても辛口になってしまいます。以上、私への質問が来てますね。のんちゃんはいくつからギターを始めたのかな？そのきっかけは何だったの？そうだ、それを話すの忘れてましたね。私は高校1年生の時に軽音部に入って始めましたけど、全然ちゃんとやってなかったですね。その時は入る部活がなくてですね、私の高校はすごい女子が少なくて、中学校まではバレーボールをしてたんですけど、バレーボールのチームがなかったので、まあ家にギターあるし、放課後部活しないと暇だから、なんかバイトもできないような辺鄙なところにあったので、通しないと暇だなと思って軽音部に入って始めましたね。その時は最初にアコギをやってました。ギター、その時は歌ってなかったですね、全然。もともと私は声が、まあ今でこそ褒められるようになりましたけど、コンプレックスで私に自分の声が好きじゃなくて、それはちょっとなんて言うんだろうな、まあちっちゃい頃の方が声が高かったので、それを周りから言われたのをちょっとずっと気にしていて、自分の声があまり好きじゃなかったんですけど、まあ、だんだんと褒められるようになってきたので、まあ歌を練習して歌ってみたって感じですね次はラジオネーム沖縄大好きさん。のんちゃんこんばんは。こんばんは、お帰りなさい。沖縄大好きです。自己紹介ボリューム2ということで、この後1時から放送する沖縄大好きの
大好きを叫ぼうのパーソナリティのキナー大好きです。番組を始めてもうすぐ5ヶ月になります。そんな僕がラジオパーソナリティになった理由、ラジオが好きというのもありますが、これまでギャラリー見学に行った際のパーソナリティさんの様子を見て憧れがありました。でも本気でパーソナリティになりたいというきっかけ、本気になるきっかけになった方がいます。それはのんちゃんの番組でもよく流れている赤い公園の角真麻さんです。彼女は NHKFM さんの夕方の生放送番組夕方パラダイスの水曜日の担当をしていました。初めて知りましたね。もともと僕は火曜日の夕方パラダイスをメインに聞いていたのですが、火曜日を担当していた声優の三森すず子さんが明日水曜日は赤い公園の角真麻さんによる小粋なポップロックパラダイスですと告知していたのが耳に残り、気になった僕は水曜日も聞くようになりました。角さんの優しく落ち着いた声を聞いた時は心が癒されました。メッセージも数回ほど投稿しておりました。彼女の声は夕方の時間にはぴったりで落ち込みそうな時も彼女からパワーをもらっていました。その角さんが4年前の10月に亡くなられたニュースとその内容を耳にした時、僕はショックを隠しきれませんでした。悲しい気持ちと悔しい気持ちが混ざりました。リスナーとして何かできることがあったのでは、メッセージをたくさん送れば角さんが元気になったのではと考えるようになり、何もできなかった自分に悔しさが増してしまいました。4年前は自粛生活なのか余儀なくされた時期、そんな中耳に入れるのも痛くなるニュースばかりでした。角さんのように名前にしたくない、繰り返したくなかった自分は考えるようになりました。それがラジオパーソナリティになるきっかけでした。ラジオを通して聞いているリスナーさんが少しでも元気になればと思い、パーソナリティになりました。10月は角さんの誕生日、そして命日がありますね。大好きを叫ぼうでも角さんに感謝を込めた特集を計画しているところです。そして角さんは夕方パラダイスをきっかけに三森すず子さんに夕方という曲を提供されました。ありがとうございます。そんな経緯があったんですね。そんなきっかけで始めた番組がもっと長く長く続けていったらいいなと思いますね。すいません、ちょっとお時間が来てしまったので、ちょっと次のコーナーに行きたいと思います。本日の店内 BGM、 いつもはこのコーナーで好きなアーティストとか最近注目しているアーティストを紹介したりしているんですけど、今日はちょっと時間がないのでお休みというか、私の曲を流して、今多分バックで流れていると思うので、ちょっとエンディングに行きます。さて、そろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日ものんのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。週の本日ののんのおすすめは秋。メッセージはのんのん igq@gmail.com nonnonig@gmail.com までお待ちしております。メッセージは来週火曜日9月3日の昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。それでは皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。